こんにちは。栃木県足利市インテリア&キルトショップレンガでキルト講師をしています板橋由香です。今回は、ポケットが表についたポケット付きポーチの作り方をご説明していきたいと思います。これ全く同じ型紙なんですけれども、こちらは生地を生かした感じでポケットに仕立てています。反対側はこんな感じでウィリアム・モリスの柄が綺麗に真ん中に出るようにしてみました。ちょっとカーブした感じなんですけど、中開けるとこんな感じですね。そこにダーツを今回入れているので、膨らみが出る分ペタンコよりは中に物が入る形になっています。で、同じ型紙で、ペーパーライナーの六角形でアップリケをした、こちらリバティですね。こちらが並ぶような形でアップリケしたポケットをつけたもの。反対側はやはりペーパーライナーのリバティを、ちょっとこう六角形のひし形のような形でアップリケしています。サイズ一緒なんですけれども、ベースの生地とかそれからアップリケとか、少しずつ変えていただくと全く表情の違うポーチが出来上がります。こちらの作り方の今日は1回目、リバティのタイプでご説明していきたいと思います。で、まずは、ベースの部分、こちらの綿麻の生地を使ってるんですけれども、ポケットのベースの部分、それからポケットが土台につくこちらのベースの部分、それと裏側のこのベースの部分、こちらの生地をまず取っていきます。で、型紙が3種類ありまして、こちらが裏側、ポケットがついてない方のこちら側用ですね。そこにダーツが2箇所入ります。こちらとそれからポケット側のこちらのベース、それ用の型紙がこちらです。こちらはダーツがついていません。平らな状態で取ります。で、ここ点線になってるんですけど、輪で取りますので、こういう形でひっくり返して取っていただきます。それとポケット部分、こちらですね。で、こちらのポケットも裏側のこのこちらと同じでダーツが入ります。で、これも中心輪で取りますので、こういう形で取っていきます。色違いの綿麻、綿と麻の混毛の生地をベースに使っていきたいと思います。今回は普通は生地の裏側からこう印をつけていくんですけれども、表に直接書いていくような形で大丈夫です。で、実際にこのような形で、これ裏側の部分ですね、表の方に外側の印をつけて、それからダーツの印をつけて、で、おおよそで構いませんので、7mm の縫い代をつけて立ちます。で、表の方にキルトラインを書いておきます。で、今回キルトラインはお好みで構わないんですけれども、裏側は 1.5 センチ間隔の、斜めでこう十字に入れるんですけれども、ひし形になるような形で入れています。で、同じような間隔でポケット部分、こちらですね、こちらも 1.5 センチ幅で、ダイヤ柄ひし形になるようにキルトラインを入れています。で、同じだとちょっとつまらないかなということで、ポケットのベース部分は、やはり 1.5 センチ幅の片側斜め斜線で入れました。キルトラインはお好みで構いませんので、ご自分の刺したいキルトラインを書いてください。で、印をつける時のちょっとダーツの取り方のポイントなんですけれども、今回のダーツ非常に小さいです。作品が小さいので小さめのダーツを取ります。で、今回はこの内側縫い代部分も含めて切り離してダーツを取るという形ではなくて、このままダーツの印がついているところもキルティングしてしまって、後からダーツ部分を取りますので、印をつけるときに型紙にダーツの切り込みが入っていませんので、そのような場合は、ここをこう
ハサミで切ってしまってこうやってこうダースの部分印がつけられるときはそれでいいんですけれども、これこのままこう取って後からダーツを印つけたい場合は、このダーツの山の上の部分を目打ちなどでちょっと穴開けます。ちょっとでいいんですけど穴開けます。で穴を開けておいて、ちょっと今分かりやすいように生成りの生地で印をつけますが、このように印をつけてダーツの底の部分ちょんちょんと印をつけて、ダーツの先ほど目打ちで穴を開けた部分にも印をつけます。でここがダーツの底の部分ですね。ちょっと見やすいように近くにします、ここがダーツの底の部分、ポーチの縁になる部分ですね。でここが目打ちで後から開けた穴のところに印をつけたダーツの山の部分になります。ここを線で結べば型紙通りにダーツが入ります。こういう形ですね。このような形で型紙自体ダーツのここの部分をハサミで切らなくても同じ角度で同じ位置にダーツの印がつけられます。今回はこのような形で工夫していただいて、やっていただいてもいいと思います。ということで、3種類のポーチの土台ですね。ポケットの下とポケット、それからポケットとは違う反対側をキルトラインが描けましたらば、キルト芯、今回は薄手のものを使っています。それと裏生地になる生地を直接ちょっとしつけでこう留めまして、用意したらキルトをしていきます。今回は裏生地、中袋は別でつけるのではなくて、直接この生地が裏生地になりますので、裏側に玉留めを出さないやり方でキルトをしていきます。で裏側に玉留めを出さないやり方は、玉留めちょっと小さめに作りましたら、あえて分かるように白い糸でちょっと縫ってみますね。端から縫う場合はこの表の裏側に玉留め出せばいいんですけれども、例えば途中で糸が終わってしまった、糸を変えたいなっていうところから始めなきゃいけない場合、例えばここからキルトを始めなきゃっていう場合は、ちょっと印から外れたところから針を入れます。で玉留めを中に隠します。裏側に出ないように中に隠して、まあ、裏には出てない状態で、で最初の一目はちょっと返して、でチクチクとキルトしていきます。このような形ですね。というような感じで、ご自分で描いたキルトラインの部分を全部まずは、ダーツのところも含めてキルティングしていきます。ということで、これそれからあと出来上がってるんですけれども、キルト終わってるんですが、これがポケット側のベース、それからこれがポケットですね。このような形で3枚キルティングをしていきましょう。ということで、今日のポイントはこのダーツの描き方ですね。もっと大きなバッグを作ってダーツを入れる場合は、ここに切り込みを入れるのでダーツ部分にキルトしない場合が多いんですけれども、今回は小さな作品なのでダーツ小さいのでこのままこう畳みます。ということで、先ほど説明したようにちょっと型紙に目打ちなどで穴を開けて工夫してダーツを印つけてください。この後もポーチの作り方、次回はこの上に載せるアプリケ、その他続きをまたご紹介していきたいと思います。その他にもパッチワークいろんな形でご紹介していきますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回は裏生地を可愛いこの青りんごの生地にしてみました。アメリカの生地で入ってきたばかりなんですけれども、表はもちろんなんですが、裏生地も本当に心がワクワクするような、そんなプリントを選んでおくと、使って中を開けるたんびに気持ちがハッピーになるなと、今から出来上がるのが楽しみです。